術師変態肘からビームポン。いうわけで、ジョン君の今日もよろしく頼みます。いうわけでな、今日はな、見てってじゃん、食レポ行こう思ってんで、なんかな、こんなにでかくなってもうた、こんなにでかくなってもうた、唐揚げグランプリ金賞やって、これすごいんちゃう。なんかもうハードル上がってんで。でな、札幌ポテトカルビーバーベキュー味ジャンボ、え、なんだこれ、唐揚げ醤油だれ味やって、唐揚げすごい、これうまそうやん。え、なんこれ、え、マルトリやって、マルトリからよし、からよしやって、唐揚げ専門店、早速食ってまうで。ちょ、髪の毛食ったるわ。早速食ってまうで。ちょ、ええかな、開けてまいよ。あ、ちょ、これいくらやろ、あれあれ、値段あれやけど、な、これ、89ってなんな。89、ドル、円なんか、89円なんかな。なんか多分安売ってこうたんやわ。安くな、売ってもらった。開けてまいよ。はい、匂いは。なんかバーベキューポットの匂いするわ。あ、なんか、でかっ、でかっ、わしの顔で見たって、こんな、でかくなってる。でかでか。見えとる、見えとる。食ってまいよ。ん？普通のなんか何やろ、バーベキュー味のなんか何やろ。そういうなんかポテトみたいな匂いやね。じゃあほな、いただきます。食ってまで。うん。うん。うん、うん、味が混ざっとるわ。なんかバーベキューのな、普通にありきたりのポテトなんかなと思いきやな、なんやろ、なんかあの なんかスティックのな、ポッキーちゃうなんかトッポみたいななんかあるやん、なんかこのスティック状のなポテトみたいな感じやな、口の中でとろけるようなやつあるやん、あれが混ざった感じやわ。へえ、第一印象そんな感じだね。ちょ、まだ食ってみない、わからないよ。こういうのはな、に、二口三口食ってな、初めてな、味がわかるんよ。ちなみに噛んどらんから注意しちゃって。あ、じゃ、これは噛んどるよ。これは噛んどるけど、遠くは噛んどらん。任しちゃって。うん。うまっ！もう食って。もう食ってまいよ。うん。結構な、こうなんてな、味が変わるもんなんよ。一口目とかな、二口目、三口目ってなるとな、味変わるもんやけど、これ変わらんわ。へぇー。ちょ、もっこ、ええ？行ってまで。うん。うん。味変わらん。ええー。いうわけでな、ジョニボーさんが今日この札幌ポテト、うん、あとる、うん、カルビ、うん、これみんな、このからよし、から揚げグランプリ金賞、から揚げグランプリ金賞、これのな、から揚げ醤油だれ味、これみんな、点数付けを持ってんで、めっちゃ辛口いってまう。でるるるるるるん、でん、72点、うえー、言うわけだな、72点やね。なんやろ、ほんまな、オーソドックスだな、昔からの味言うんかな、そういう味やわ。ちなみに多分な、このお菓子とな、このカレーヨシさん言うところの味は全然ちゃうからな、それ思った方がええよ。なんか、お菓子と本物ってちゃうわけやんか、プロデュースしてるだけやんか、だから、ここもうまい思うよ。お菓子もうまい感じだし、な、わからんけどな。あ、ちょっと待って、もっと言って。なんか、なんやろ、なんか癖になる感じだね。うん。うん。うん。なんか、昔からあるお菓子いう感じやわ。もう王道やね。うまかったわ。いうわけでな、最後まで見てくれて、大きめ、よかったな。チャンネル登録、高評価、よろしく頼ませ。で、みんなも、ジョニボーさんと一緒に、仲間、なろうや。どんな仲間やねん。というわけで、あったかくして、寝るやで。チーズ。